皆さんこんにちは。今日は動画の中で話されている東海道新幹線の駅の名前を実際聞いて、そして皆さんも声を出して練習してみます。学習目標、できるようになること、新幹線の車内アナウンスを聞くこと、自分で駅の名前を声を出して言うこと、以上です。では始めましょう。では新幹線の駅の名前を言いましょう。私が駅の名前を言います。チャイムの後に発音してください。名古屋、名古屋。三河安城、三河安城。豊橋、豊橋。浜松、浜松。掛川、掛
掛川。静岡、静岡。新富士、新富士。三島、三島。熱海、熱海。小田原、小田原。新横浜、新横浜。品川、品川。東京、東京。今日の勉強はおしまいです。次回また会いましょう。